上高地で雄大な大自然を満喫した後にやってきたのは松本市の隣、県内でも1、2を誇る水稲栽培が盛んな田園地帯が広がる安曇野市スイス村。ここには北アルプスをバックに展望台から見晴らす大パノラマの田んぼアートがあります。本当はね、世界も注目する青森田舎館村の田んぼアートが見たかったんですけどもね、青森は今年の春に旅したばかりなんでね、この先の楽しみにとっておくことにします。お、これが田んぼアートか。初めて見るけど、これが稲とは驚きです。ところで、こんなのどうやって作るんでしょうか。実は緑の部分は食用に栽培されている米、色のついている部分は種類の異なる古代米なんです。その作り方は、まずは稲の苗を育てて、田んぼにロープや棒などで下書きをしてから、イメージを膨らませ、丁寧に手作業で苗を植えていくんですって。地道な作業があってこそ、こんな絶景が出来上がるんですね。ちなみに、この田んぼアートは、長野県出身の大相撲力士、御嶽海久志さんだそうです。スイス村は天気が良ければ壮大な北アルプスを一望できる観光スポットで、長野のお土産が豊富に揃うドライブインです。田んぼの中の芸術作品を鑑賞した後にやってきたのは、標高800メートルの高台に立つ今夜のお宿と言いたいところなんですけどもね、今回は宿泊ではなく日帰り温泉で一風呂ということもありますけどもね、明日の朝出発が早いんでね。実はですね、ここの露天風呂からの眺めが最高なんです。露天風呂を紹介できないのが残念ですが、フロントロビーのテラスへ出ると、見てください、この見晴らしのいいこと、松本安曇野平が一望できます。お、計らずも虹が出た、グッドタイミング。上高地で梓川の青い水の色についてお話ししたのを覚えてますか。この虹をよく見てください。光の屈折によって波長が長い赤から始まってますよね。虹は光の波長が長い順、赤桃黄緑青藍紫の順に並んでいるんです。ということで、夕暮れが迫ってきたので、安曇野で晩ご飯。つい先日テレビでも紹介されていた人気のお店、こだわりの釜飯が食べられるほのかさんへやってきました。メニューが豊富で、そのほとんどが1000円未満というお手頃価格。この値段設定は注文しやすいですよね。気になるメニューを発見。長野は海なし県だというのに、カキフライ定食が季節限定で直。こういう部分に目を向けると、味へのこだわりが垣間見れますね。中でもご当地グルメの山賊定食が一番人気らしいです。釜飯は長野県産の良質なコシヒカリを使用し、一人前ずつ丁寧に釜炊きするという念の入れよう。旅先ではたまには贅沢しちゃおうと思いがち。ということで、当店自慢の味に誘われ、ほのか定食を注文。釜飯はホタテ、カニほぐし身、錦糸卵、豚そぼろ、きのこなどが入ってボリューム満点。蓋を開けると釜の中身が色とりどりの宝石のように輝いていて、ご飯が見えないほど具だくさん。これは美味しそうですね。お刺身も山に囲まれている地域とは思えないほど鮮度が抜群。薬味のわさびを飾りきゅうりに盛り付けるなど、ちょっとおしゃれです。釜炊きのご飯は香ばしい味わい。見てください、このお刺身の厚み、ご飯が進みます。釜飯にはこんな大きなホタテが丸ごと。煮物は野菜にぎゅーっと味が染みていて、どこか懐かしくお袋を思い出す味。生野菜もたっぷりで、デザートまでついてくる華やかな定食。釜は底上げではなく大満足の一人前。メニューにも書いてありましたけどもね、
女性の方はご飯の量を少なめにした方が良さそうです。ほのかさんはカウンターがあり一人でも入りやすく明るい雰囲気のとっても美味しいお店でした。陳平カンタは旅を続ける、そこにまだ見ぬ風景がある限り。